ここで友坂メモ。東急ハンズの向かいに占いの館あり。中でも人気占い師はギャルたちに渋谷のパパと呼ばれているアミンコヒーさん。ペルシャ占星術からタロット、手相占いまで悩みに応じてみてくれます。高校生は3000円とお手頃価格。悩みあるあなた、パパの元へゴー。ればならない。天の恵み、世界一周の旅。来ましたね。来ましたよ。世界一周の旅。はい。今週はね、アフガニスタンに来た。アフガニスタン。インドのね、ちょっと上のところにある。やっぱその辺だ。そう。名産とか何なんだろうね。名産。名産。コーヒー豆が取れるとか。そうだよな。そういうの何？売りでしょ、売り。そう。砂漠じゃないですか。怒りのアフガンだぜ。でも怒りのアフガンね、やっぱりそのランボーっていうイメージですか。あるでしょう。国民のほとんどがイスラム教徒のアフガニスタン。砂漠と山岳地帯が多い内陸国で、今回はね、アミンさん、うん、だからあの、私松葉で同じもの。あ、なるほどね、うん、その二人が、その二人が久々に登場してアフガニスタンからやって来ないでしょ寝起き、はい、すいません、目が腫れております。すごい楽しそうだもんね。楽しい、このロケ。俺ねすごい楽しい。なんかさ、オープニングにさ、こう命かけてる感じするもんね。芸人生命をかけてる感じするよ。するよ、いつも思う、私。あ、ほんと？うん、ほんとに思う。いや、今日綺麗だよ、すごい。そう、なんだろう、今日、今日って言った。清楚な感じ。今日って言ったの。今日もでしょ。うん、今日も。こういうのだけ。ジョー様になりたい。アミンさんがどんな人か。アミンさん見ます？見たいです。写真、はい、こちら。あら、やっちゃいましたね。すごいの出ちゃったよ、これ。蛇呼ぶ人だ、蛇呼ぶ人。噂に言うとこれ自前だっていう。マジで？ほんと、ヒゲ。こういう何国なの？そうだね、アフガニスタンね、イメージないね。そうでしょ。噂に言うとこれも自毛だって言われて。そんだけなのかよ。はい、行きましょう。行きましょう、ね、で、すごいとこ住んでるんですよ。だってこれ渋谷のね、ど真ん中なんですよ。そうだよ。NHK とか見えるの？ NHK そこに見えてますよ。あら、なにこれ、え、なんか書いてあるよ。店じゃねえのこれ。シルクロード裏根の館って書いてますよ。でもこれほら、ちゃんとアミンって書いてあるんですよ。なんかすごいな、これ。 TKM アミンだもん。哲也、小室、めぐみ、アミン。なんでめぐみ入っちゃうんだろう。めぐみも入んねえし、哲也、小室も入んないよ。あ、そうなの。うん、アミンと関係ねえから。だからなんかこれプロのなんかあれなんですよ、占いやから。俺はプロだと思わないよ。だってこういうもので貼ってあるんだよ。ガムテ？ガムテ？なんかビジネスさんがいるのぐらいの雰囲気でしょ。これ仕込みで貼ったんですか、これ。じゃないと思うけど。汚いよね。いやいや、そういうこと言っちゃダメだよ。だから信用できないってことじゃない。ここにあるって分かんないもんね。分からないですよ。あ、見てください、でも。あ、キャラクターついてる。トラヤマアミンです。トラヤマかよ、これ。トラヤマの T なの、これ。じゃない。そうよ。なんだトラヤマって。だってちょっといい？ここにさ、ね、ここにさ、水道局のさ、こんな、こんなトラヤマ。ダメだよ、これは。で登録したらどうでしょう、トラヤマで。ここお客様番号もまずいですよね。まあ、後で抜いてもらいましょう。モザイクしてね。うん、トラヤマアミンです。ほら。どういう意味なんだろうね。いや、だから、日本に帰化してるとか。どうも、こんにちは。噂のトラヤマさん、登場。トラミンさん。トラヤマさんですか。あ、星の世界、ようこそ。星の世界。そう、私の名前はモハンメド・アミン・コーヒーです。M はモハンメドが来るの、T はトラヤマと名前で。やっぱトラヤマさん。そう。M、アミン・コーヒーね。どうぞ、あれ、ずっと私たちの話、盗み聞きしてたの。いやいや、盗み聞いてるのはどこから、天から入ってくる。ちょっと待って、本物ですか、これ。本物ですよ、ものすごいよ、これ。必要以上のことやりましたよ。ものすごい雰囲気です。こちらが虎山さん宅です。これも寂しいでしょ、アフガニスタン入らないし、30人間も離れて。これ全部アフガニスタンのウニクスペーシー。ウニクス、日本だったらシマミノというの。シマミノ。シマミノ。シマミノ、全部シマミノになってるから。ちょっと指定は高い石だよ、こんなもの全部。これ見てください、この雰囲気。ラブホテルみたいな。なんか本当そうだよな。ね、アフガニスタンの部屋ですよ、はい、こちら星の世界です。星の世界、星の世界です。どうぞ入ってください。どうぞどうぞ。ここまずは星の世界へどうぞ。すげえぞ、おい。何これ。星の部屋だよ。これ何これ。すごい。これ自分でやったんですか。ゆっくりいらっしゃってきたね。そうでございます。これ全部全部計算でね、自分で貼って、まあ、自分で計算でして貼ってね。計算、計算しながら、その宇宙のね、ミニミニ宇宙になってるから。ミニ宇宙。小宮さん一体何をなさってるんですか。私はね、
もともとアフガンの国家公務員で来て、国家公務員、うん、そう、だからまあ日本で言えば入って内乱がさまざまな仕事しながら、仕事は最初はね新聞配達から始まったの。それ長い話になります。そう長い話、もう30年前の話です。じゃあナレーションバックで、ちょっと座りましょう。うわ、星のカーテンに私の。お次は超リッチな雰囲気のキッチンでございます。おかげさまで全部売りしなってるの台所。おかげさまで家族ですか。あ、家族も娘です。ものすごい今可愛いと言いましたけど、ものすごい可愛い。なんか急に何か忘れた、なんか急に日常生活がやってきましたね。でもなんかバーガー、あれ、あの今すごい急に女性いましたよ。今ね、娘がダイエット中で、はい、今娘さんやめてよ。ダイエット中で娘さんちょっと会いたい。なんか向こうで変なことされてんじゃん。娘さんやめてよって。娘さん言ってみてください。娘さんどこにいるの。娘さん大丈夫よ。やだよ。あ、日本語だ。逆にですか。ダイエット中の娘さんは番組の最後に登場します。そしてこちらが本日料理のお手伝いをしてくれるアフガニスタンのお友達ガウシさん。ガウシさん、ガウシさん、うん、ですけど。さらにアミンさんの部屋にはたくさんの骨董品が。これ高いでしょ。ちょっと持たせてもらおう。そう、こうやる。そうそう、こうやって。卵入ってないから大丈夫です。こうやればいいのね。なんか怖いよね、見切られたくて。いや、木じゃない。これ途中は木だけど。どうぞ。うわ、重みがあるよ。あなたにも一丁持ってきますね。あなたにも。みんなで一丁ずつ持って。チェルシーだ。男性と女性の鉄砲が違うからね、こっちは。女性用あるの。そうです。これは軽いの、ね、女性の。そうそう、女性用なの。あ、でも重い。うん、そう重いな。これは特に女性用ってのがあるの。女性用ですよ。もう撃たれちゃう。そこめっちゃ。なるほどね。いろんなことがあるね。はあ。いやー、すごい。これはだって相当な鑑定団に出たら大変なことになるよ、ね。うん、これね。うん。今までの中で一番リッチな。そうですね。お宅ですよね。渋谷のど真ん中ですか、ね。渋谷のど真ん中でこの広さですよ。やっぱりね、私芸名は渋谷のパパだから。渋谷のパパ。そう、芸名は渋谷のパパだから。ああ渋谷のパパはそんな、やっぱりそんな生活 しなければいけないかなと思ってる。そうですよ。その名前はついたけど、渋谷のパパって名前。渋谷のパパね。そう、渋谷はみんなリーチマンばっかり生活してるでしょ。リーチマンね。そう、このシャンデリアだってものすごいよ。これ、それ水晶からできてるの。本物の水晶。そう、水晶がね、実際は元は見せてあげますからね。これがこれなんですか。そうですね、これで周りが切ったやつね。これで例えば70歳になったら70個手にひらで打って、そのパワー入れておまじないしてあげます。おまじない、うん、おまじない。皆さんは何歳ですか。もう始まったんですか。36歳です。始まったんですか、はい、始まりましたね。急に始まったよ。まあ、こういうペースもいいんじゃないですか。始まったんですか。36歳。はい。おお。手開いてください。始まりましたよ、なんか。皆様は幸せですけど、もっともっと幸せになりますように。はい。